今回はヘリウム光源の付け方と用法について説明します。これがヘリウム光源でして、これがリークバルブですね。でここが、この状態が今閉まってる、ちょっと待って、この状態が閉まってると思います。で閉まってるとこのぐらいの、でまずは、元弁、ヘリウムの元弁はこんな、こちらにあります。でまあこちらを1回転ほど開けます。大転ぐらいで、その後にこちらを、これはもうあれです、圧力かけなくていいです。で二次圧はほとんどゼロ状態で、こちらは2回転開けてよいです。これでいいです。で元栓はこれで、あとこちらですね、はい。で、大体2パスカルになるぐらい開けます。ちょっと待ってね、2でよかったかな、あ、5ですね、間違えました、5ですね、5パスカルぐらいになるまで開けます。これが、これを回していって、でこの辺りになってくるとこの装置は出てくるんで、ここからはだいたいゆっくり開けていきましょう。で常にここを見ながらですね、で上がっていきますね。で開けていきます。うん、なってきましたね、上がってきました。でこれ上がってます。大変失礼しました。すみません、落としてくれてます。で、ですね、まあ大体このぐらいでなってきたら、こっちを開けます、この排気を。そしたらまた圧力下がるんですけど、まあそれはいいです。これを全開まで開けます。それでちょっと戻す感じにして、でその後また圧力が出てます、5まで上げます。これをちょうどずつ回していって今上がってきますね。で5パスカルまで上げます。5パスカルまで。そろそろなのでちょっともうちょっと締めてみます。うん、もうちょっとですね。このぐらいですね。この装置だとこのぐらいみたいですね。このぐらいで5パスカルですね。だいたい来たらこっちの電源に出ます。バッチリと。それでここのボタンを押して1にします。1.0 で、あとはイグニッションのボタンを押します。こちらですね、こちらで入ります。そしたらこれを80にします。ヘリウムは80でいいです。80にして、で、こっちの圧力を2にします。まず今4ですから、これを間違いないゆっくり輸送させればいいです。ゆっくりやってくださいね。こちらへます。何か操作するときはゆっくり落ち着いてやればいいです。
ゆっくりやれば間違えた時も気づきますし、確認しながらやればいいです。慌ててやると大変なことになりますから、ゆっくりやればいいです。でこうですね、こうなる、こういう感じでゆっくりやっていきます。まだまだゆっくりやっていきます。で、2パスカルのところまで下げればいいです。まあ、徐々に圧力は下がっていくので、まあ、これぐらいで様子を見ていくというのがポイントですね。で、最初にちょっと言い忘れましたが、これの冷却水は常に流している状態です。してます。で、もしこれつける前に、これをつける前に、本当はこれを確認してください。ここに冷却水があります。で、ここにボタンがありますので、これで電源をつけることになります。今回はちょっと、冷却水ずっとつけたままになってますので、もし入れ癖がついてなかったら、この装置をヘリウム装置を立ち上げる前にやってください。このあれですね。で、まあこんな感じになってます。では次、分析に行きたいと思います。で、分析ですけど、この装置使ってます。で、まず、カードラックパワー、これですね。これのボタンをポチッと押して、その次にここにある、PC アクセスをします。それで待つということですね。結構かかってますね。しょうがないですね。なかなか立ち上がらない。まあ、しょうがないですね。まあ、ちょっと立ち上がるのを待つ間に注意事項をいくつか説明しておきます。ですね、まずですけど、ここにあるイオンポンプの、ゲージですけど、今はこの値になっていることを確認してください。だいたい 1×10−8 乗トールぐらいになってます、なります。で、このイオンポンプ気をつけることがあります。実はこのイオンポンプの可塑度は、ヘリウムや水素に弱いです。水素はつまり水から結果的には、水から結果的には水素になりますので、ヘリウムの水素気をつけるようにしてください。特にこの UPS の光源をつけるときには、ヘリウムを流しますよね。で、作動排気でやっているとはいえ、こちら側で、ロータリーポンプで、こちら側で ターボの種目で引いてますけど、それでもこちらに入ってきます。で、さらに、真空度が悪くなっていくと、まあ、イオンポンプを悪くしてしまうので、そういうところには気をつけていただければと思います。で、まだこっちうまく立ち上がってないですね。ちょっともう一回立ち上げ直してみますね。これは私も初めてですね。なんでこんなにうまくいかないのかわかんないですね。不思議ですね。ちょっとちゃんと動かなくなっちゃった。ちょっと待ってくださいね。
なぜかな。あれ、うまく立ち上がらない。ちょっとすいません、うまくいかなかったんで、ちょっと再起動します。まあ、いいか、やめますわ。再起動してる間にちょっと今こんな感じというところを見つけましょう。このように、ヘリウム下がってますので、ちょっと開けます。ちょっと開けます。徐々に下がっていくんで、まあ、下げあまりにも少なくなりすぎると、放電がなくなって止まってしまうので、うまい具合にやってください。うまい具合ね、難しいと思いますけど、まあ、ちょっと大きめにぐらいにしておくのがコツですね。でこのようにして、ヘリウム光源をつけるということ。じゃあ次回はちょっと解析方法を説明します。